デッドマジックの張本人だから、うん、せーの、嬉しげ楽しげ村重です。はい、では撮影終わったのでこのままメイク落としていきたいと思います。いやマジ今日の撮影激盛りでしたよね。もう激漏れだった。自分で言う、うん、本当に漏れてた漏れてた、うん、もうなんかチェモンか民樹か村重かみたいなかもしれない。え、どっちですか。え、そうだと思う。カメラですね。はいはい、あ、これ何ですか。これはあ、これケミオさんのやつだ。違う綺麗もかねえ、弱いのバレる。綺麗もさんキレイモさんのクレンジングオイル使っていきます。キレイモさんとケミオさん間違えちゃった。あ、なるほどね、うん、あ、そういうことね。え、てか村重今日の説めちゃめちゃ最初プレッシャーで、まずさ、村重がメイクしてる時にマネージャーさんが、いやー、よしみちはすごい撮影巻くんだよみたいな言ってて言ってた、うん、で、村重さんマジ意地悪だなって思いながら聞いてて、だってさ、まず村重その始まりがちょっと遅かったから、まあ当たり前ちょっと一瞬押したじゃないですか、お昼休憩の時に。で、あ、お昼休憩で1回目の撮影の時にね、押した時にやばい、押してると思って、やばい。そしたらまたマネージャーさんがなんかね、この前吉明の撮影行った時に30分スタジオ使えなかったのに1時間半巻いたんだよみたいな、これもう絶対負けってことじゃんめっちゃ似てますよって思って、で、まあ撮影やってったら無事に今日ほんと1時間半巻きで終わりました。結果オーライですけど、ほんとプレッシャープレッシャータイプすぎる。もうどうなることかと思った最初の方、やばいなみたいな。しかもさ、よしみちゃんもうプロじゃないですか、うん、もう撮影のその二人の名前ババンバーンじゃないですか。みちちゃんとかすごいよみたいな、これ最初はヘロンヘロンヘロンって歩くのに、撮影はパパパパパパパ、はい巻きます終わりですみたいな感じだからねってされて、はいはいみたいな、はい黙ったえ、本当にこんな感じでね、これなんだっけ、加湿器をしながらね、これなんだっけ、これ放送機、これ加湿器、加湿器だ、美顔器、あ、美顔器だこれめっちゃなんか綺麗、スススス落ちる、これめっちゃいいっすね、これそう、あのね、うん、めっちゃいいね、ナチュラルセルムクレンジング、そう、ミューズクレンジングはこれだけでいいんじゃない。こうやってね、村重目の下の方まで落としていきます。あ、ニキビが割れるいやー、今日も一日ほんと頑張った。でもほんとにめっちゃ激盛りでしたね、全部熱いよこれ、あっち耳片耳いかれると思ったあっちこれたち熱いよってそれで温めるんですか。あ、いや、温めた方がいいかな、冷たいか、うん、で、温めてもいいかないやー、すごい、やばい、モデルさんたちってやっぱすごいなと思いました。もう今日はいろんなカットの撮影したんですけど、いろんなポージングとかあって、でもね、ほんと難しかったです最初は。ちょっと緊張してた朝は正直。へえ。でもだんだん最後の方なんかもえ、私、うざいですか。全然すごい嘘みたいに顔をケシ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 と苦手かなとでもね、こう差し入れできたこれもめっちゃうまかった。これ食べたんですけど、こうばっかうまくてやばかったですよね。やばかった、それはマジでやばかった。これはね、なんか今流行りのお菓子らしくて、チーフマネージャーさんが差し入れで買ってきてくれたんだけど、これみんなマジで食べた方がいい。これね、くっそうまかった。罪深かった。これ罪深いですねデブの味多分600カロリーぐらいありそうな味したけど、やばいよね。でも村重は全然もう一個食べれます。すごい。もうきついですか。わかった、絶対無理、1日1個。へえ、すげえな、すげえな。村重がもし明日結婚するって言ったらどうしますか。怯える多分ね、小野さんはね、しばくと思う、一回私のことを容赦なく多分しばきます恋愛か、自分でやってみる。いいよ。あ、じゃあゴシゴシってやる方。あ、ゴシゴシ、うん、
はい、このまつげを落としていきます。今日はあのね、撮影のコンセプトであんまりあのいつもみたいなひじきまつげにしちゃダメって言われてごめん、うん、だから今日はナチュラルひじきだったんですよね。そうね、ナチュラルひじきだった。だからメイク落としやすい。あれ落とすの大変だよ逆に、うん、あれマジ大変だ。2日かかる落とすの。ねえどうしよう、シゲもなんか周りの結婚ラッシュでなんか結婚っていいなと思い始めてきました。今まで結婚願望なかったのに。でも周りってそうですね、認識の人たち、うん、誰も知らない。周りがどんどん結婚するけど結婚していく人誰しも知らない。みんな芸能人、めちゃめちゃ友達みたいなすごい見せるけどさ、うん、てかいいな、シゲも菅田将暉に片思いされたかった。私のことずっと好きだったのとか言いたい。とか子供ができた時にもうパパはねママのことずっと好きだったんだよみたいな。言いたい。最強のマウントじゃないですか、まさきに片思いされるって。確かに。その世界線やばい、うん、で小松菜奈さんが嫁でしょ、帰ったら小松菜奈さんがいるんですよ。確かにやばい。やばくないですか。今すぐ黒髪パッツンにしようかな。下モテるか、どうしたらモテるかな。こういうことしてるからダメだと思います。でも私はこうやってうるさいから。でも元気だったら確かにモテます。私モテる。え、本当に言ってくださいよ。モテると。ねえねえ、だるそう。じゃあモテると。絶対モテる。なんかもし私がじゃあ普通に今解き放たれたらですよ、まあ、もう解き放たれてますけど恋愛合法だから、はい、合法になったから、はい、でもじゃあ実際普通のじゃあなんか男の子とかがいる場所に行って私のこと好きになってくれる人いるかな。ヤングたち。はい、ヤングボーイ。いるって思わないでくれてます。いるよね。絶対なんかそんなの15人に1人とかじゃないですか。15人に1人って結構だよ。結構多い。え、多いですか。多くない。150人集まったら10人好きって言ってくれるんだよ。でも分かんないですけど、でも私モテた経験がそんなにないんですよね。おお、なんか昔の小学校の時とかは結構ブイブイ言わし散らしてました。なんかフルート吹いてたから吹奏楽部で。ちょっと待って、フルート吹いてたからモテました、めっちゃ。だからやっぱこういうキャラだから、なんか小学生の時ってちょっと元気な女の子モテるじゃないですか。あ、確かに。なんかそんな、なんか男子に加わってちょっとサッカーするみたいな女の子モテるじゃないですか。確かに。でも大人になるとなんかあれって、ね、ねえ、すいません、本当に汚いもの見せちゃって。ズボンの社会の窓開けっぱなしだった。さっきもそうやったけど、私ここ閉める習慣 ないんですよ。習慣、はい、まあ、こんな感じで2回目だ。ほんまに社会の窓開けがち。でもそのパンツの時閉まったらよ、これ閉めづらい。まあこんな感じで保湿もしつつメイクも落としました。これシュッシュしててか、もうメイク落とし動画っていうよりほぼ私の喋り動画。どうですか。あ、これ白のこれ柚子ですか。柚子、あ、結構ちゃんとくるやつ。あったかい。これあったかいタイプないですか。これがあったかいから知らない。そういうことか。これね、クリーム、これ全部つけちゃう。最後ラスト。はい、これどこのクリームですか。これイプサです。イプサのどこのクリームですか。バリアス線の美容液。じゃあ私の視聴者に一回見せます。もうこれ流した。流した。ラストこれ。イプサのバリアセラムっていうクリームつけていきます。なんか話してたらあっという間に10分。皆さんご協力いただき本当にありがとうございました。10分なの、これは。今10分じゃないんだよ、もしかしたら。もう10分経ってます。え、本当に、うん、早っ、ね、あっという間だね。シゲと一緒にいると時の流れ早いですよ。確かに、うん、こうやって時どんどんかき乱していくから。いける。でもシゲがおとなしい時いつか知ってますか。疲れた時ね。違う違う、ご飯食べ終わった後。眠い時じゃん。私ご飯食べ終わった後いつも。あとロケバスにいられてる時。あ、そう、なんかは4時にメイク落とすとか結構ありがた。イエーイ。
ちょっとこれラメージ借りていいですか。いいよ。これラメージシゲが1回9点であれしたやつですよね。そう、おすすめマンボウをしたやつ。マンボウマンボウ、ゴリラゴリラ、ゴリラゴリラ、キリン。何それ。今考えました。すごっ。マテラッセ、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 これ最近私の流行り。マテラッセ、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 これシゲの今の流行りです。どういう意味。これ今度地上波のテレビでやっていいですか。ダメです。やって使われるか分かんないよ。やばい。さんのダメです。ダメです。マテラッセ厳しい。マテラッセ、マテラッセ、 YouTube だけでやろう。はい、こんな感じでメイク落としました。本当にシゲのしょうもない雑談にお付き合いいただきありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。マテラッセ、マテラッセ、マテラッセ、マテラッセ。